スライディングロックススライディングロックス、ウォーキングロックスウォー,ーキングロックス、ローリングストーンズ、ローリングストーンズ、およびムービングロックスムービングロックスともは、岩が動物の介入なしに滑らかな谷底を移動し、長いトラックを刻む地質学的現象である。岩の移動が発生するのは、晴れた日に厚さ数ミリメートルの一時的な冬の池に浮かんでいる。 大きな氷のシートが割れ砕ける時である。これらの薄い浮いている氷パネルは寒い冬の夜に氷、風と押しやられた岩によって最大分速5メートルで借り立てられる。スライディングロックのトレイルはネバダ州リトル、ボニークレアプライアなど様々な場所で観察、研究され一番有名なのはカリフォルニア州デスバレー国立公園レーストラックプレアにおいてであり、 そこではトラックの数と長さは注目に値する。トラックは時々、非直線であるベーストラックの石は主に南部分のプラやプラじゃ。砂漠の窪地の平原。雨季に浅い湖になり蒸発すればそこに粘土、塩、石膏など沈積物を残す。米国西部に多いの底に染みをつけている。歴史的な記録は岸から100メートルの周りのいくつかの石を 特定しているけれども、石の大部分は、それぞれの発生させている路頭に比較的近く見つかる。三つの岩石学的な型が三つ特定されている。線長いは、プラヤの西側で極めて豊富に見つかる。ドロマイト、白い帯複数のある丸みを帯びた青灰色の石。最も一般的な型である、ブラックドロマイトは、ほとんど常に角のあるジョイントブロック、または、 スライバーの形で見つかる。このドローマイトは、プラヤの南半分に見つかる、ほぼすべての石を構成し、そして、プラヤの南端で東岸に並行している、高さ260メートルの急な岬で生じている。貫入性の火星岩は隣接する斜面から生じている。トラックの長さは、最大100メートルで、幅は約8から30センチメートルで、 そして典型的には深さは2 5センチメートルよりはるかに小さい。大部分のムービングストームは直径約6から18インの範囲である。底が荒い石はまっすぐなトラックを残し、一方で底が滑らかなものはさまよいがちである。石は時々別の橋を地面にさらしながら、石の鉱石に別のトラックを残しながらひっくり返る。トレールは方向と 長さの両方が異なる。互いにとなり合って動き始める岩はある時間平行に移動し、それから突然、左、右、または後ろにさえ方向を変える。トレイルの長さもまた異なる、同じようなサイズと型の岩2つが均一に移動することがあり、その後一つが前進するか、トラック上で停止することもある。石が移動するには、 非常に特定の条件複数のバランスが必要であると考えられているレーストラックプライアの岩二つ、レーストラックプライアで、これらのトラックは1900年代初頭から研究されてきたが、石の移動の源は確認されなかったし、仮説がいくつか存在する研究の対象であり続けた。しかしながら、2014年8月現在、岩が移動しているタイムラプスビデオ映像が、 公開されており、氷の薄い溶けつつあるシートの流れの中で岩が高風速で動いていることを示している。科学者らはこうして移動している石の原因が氷押しありであると特定している。滑走岩現象の最初の記録された説明はネバダ州ファロンのジョセフ・クルックというシッ探ス者がベーストラックプラヤを訪れた1915年に遡る。 翌年にベーストラックは地質学者ジム・マカリスターとアレン・アグニューからの関心を呼び起こした。彼らは1948年にこの地域の基盤岩をマップし、アメリカ地質学会会放遺滑走岩に関する最初の報告を発表した。彼らの公表は正確な測定が行われていなかったことを述べながらカラスキコンが泥のプライアの床の上を吹く。 ゴミ旋風を生み出す、可変風のような、強い突風によって推進されたスクレーパーの残骸であることを示唆しながら、プラヤのカラスキコとスクレーパーの簡単な説明を与えた。カラスキコの起源をめぐる論争は、他の場所での同様な現象の発生の探索を促した。そのような場所は、ネバダ州内軍のリトルボニークレアで発見され、そこでも現象が研究された。 国立公園局のナチュラリストらは後にもっと詳細な記述を書いたし、ライフはレーストラックの組写真を特集した。1952年にルイス・ジー・カークと称する国立公園局のレンジャーが、胸の長さ、幅、及び一般的なコースの詳細な観察結果を記録した。彼は単に調査して移動眼現象の証拠を記録しようとしただけであり、 広範な科学的報告を仮定したり作成したりしようとしなかった。この時、どのように石が移動するかに関する憶測が始まった。様々な、そして時々得意な説明であるかもしれないものが長年提唱されてきて、それは超自然的なものから非常に複雑なものまで様々である。関心のある地質学者らが支持する大部分の仮説は、泥が濡れている時の強風が少なくとも、 部分的に原因であると仮定している。いくつかの石は人間並みの重さがある。1955年にこの話題に関する論文を発表したジョージ・ m スタンリーのような一部の研究者は、それはこの地域の風が移動させるにはあまりに重すぎると感じている。スタンリーは後半なトラックマッピングと氷フロー回転に関連するトラックの回転に関する調査の後、 スタンリーは、石の周りの氷シートが、風を捉えるのを助ける、あるいは氷フローが岩移動を開始すると主張した。1972年5月に、ボブ・シャープとドワイト・キャリーは、レーストラック石移動モニタリングプログラムを始めた。最終的に、新しいトラックのある石30がラベル付けられ、杭がその場所を示すために使用された。 それぞれの石は名前を与えられ、石の位置の変化は7年間記録された。シャープとキャリーはまた、選ばれた石を囲いに入れることによって、氷フロー仮説を検証した。直径1.7メートルの囲いが、幅3イン、1ポンドトラックを作る、石の周りに、7つの鉄筋セグメントが25から30イン離れて置かれて、作られた。もし石の周りの氷のシートが、 風を捉える表面積を増やすか、石を氷フローに沿って引きずることによって、それらを移動させるのを助けるならば、鉄筋は少なくとも移動を遅くし、一方に反らせるであろう。どちらも発生していないように見えるし、その石は危うく、鉄筋を逃れた。それは、最初の冬の間、囲いから北西に28フィート移動した。重い石二つが同時に囲いの中に置かれ、 一つは5年後に最初と同じ方向に移動したが、しかしその連れは調査期間中に移動しなかった。これは、もし氷が石移動に役割を演じているならば、石の周りの氷首輪は小さくあらねばならないことを示している。天の川のパノラマ、下に搬送席のトラックがある、右側の石に注目せよ。最初の石30の内10が最初の冬に移動し、 メアリー案は212フィートで最長距離を踏破した。次の監視された6頭のうちの2つでもまた複数の石が移動した。夏に石が移動しなかったことが確認されたし、冬いくつかに石が動かなかったか、ほんの少ししか移動しなかった。最後に監視された石のうち2つを除くすべてが7年間の調査中に移動した。直径2.5インで、 ナンシーが監視された最小の石であった。それはまた、最長累積距離860フィートと、たった一冬で最大659フィート移動した。移動した最大の石は80ポンドであった。カレンは29インチ X19 インチ X20 インチのドロマイトのブロックであり、重さは推定700ポンドである。カレンは監視期間中移動しなかった。その石は、 濡れているプラヤへの最初の落下から得られたモーメンタムから570フィートの長いまっすぐな古いトラックを作成したかもしれない。しかしながら、カレンは1994年5月もっと前のある時期、おそらく1992年から1993年の異常に濡れた冬の間に姿を消した。トラックとウィンチが引き起こすであろうプラヤに関連する損傷の 欠如のために人工的な手段による除去はありそうにないと考えられている。1994年にカレンの目撃であるかもしれないものがプライアから一に身のところであった。1996年にカレンは三のゼノ地質学者ポーラ・メシーナによって再発見された。教授ジョン・リードは1995年の追跡研究で ハンプシャーカレッジとマサチューセッツ大学アマースト校の研究学生6人を率いた。彼らは1980年代後半と1992から93年の冬の間に移動した石複数から非常に合同なトレイルを見つけた。少なくともいくつかの石は合理的な疑いを超えて最大一に身幅の氷、フロの中で移動していることが分かった。物理的な証拠は 薄い氷のシートを移動させることによってのみ、作られたであろう、戦場のある領域の退場地を含んでいた。したがって、風のみと氷フローに関連する風との両方が原動力であると考えられている。レーストラックプライアの別のセーリングストーンウォーエンズドライレークプライアでの研究によって知らされた、1996年の現象を研究している物理学者ラベーコンその他は、 プラヤの表面に吹いている風が、プラヤの滑らかで平らな表面のために圧縮され強められることがあることを発見した。彼らはまた、これらの表面の境界層はニンまで低くあり得ることを見つけ申した。その結果、高さわずか数センチの石が周囲の風とその突風の全力を感じる。それは冬の嵐の中で90マイルパーアワーに達し得る。そのような突風が、 回収力であると考えられるし、一方で、モーメンタムと持続風が、ことによると適度な走りと同じくらい速く、それら石を移動させ続ける。風と氷はどちらも、これらスライディングロックにとって好まれる仮説である。ターフェイスプロセシーズランドフォームズに記載されているように、ドンジェイ・イースターブルックはいくつかの岩のパスの間に平行なパスがないために、これは氷、 フローを退化させることによって引き起こされ、代替ルートという結果に終わりうると述べている。氷はもっと小さなブロックに割れ砕けるけれども、それでも岩はスライドする必要がある。レーストラックプラヤで作用している、地質学的過程のさらなる理解は、技術開発と手をつないでいる。2009年に安価なデジタルカメラのタイムーラプスの開発は、ゴミ旋風とプラヤ洪水を含む、 気象現象のキャプチャリングを許した。これらカメラは前述の現象の様々な段階をキャプチャすることを狙ったけれども、スライディングストーンの議論は続いた。写真技術の開発者らは移動は約3年に1回しか発生せず、彼らの信じるところでは約10秒間続いたためにベーストラックの密かな岩をキャプチャすることの難しさを記述する。 彼らの次の確認される進歩は、彼らが古いにかける必要があった、非通過時間の1000万秒を大幅に短縮している、風が引き金を引いた画像であった。岩の周りに氷の小さいイカダが形作られ、岩が柔らかいベッドから浮き上がり、かくしてベッドでの反応と摩擦力を減少させるということが仮定された。この効果は、風の効力を増加させることではなく、 摩擦を減少させることに依存するために、最小摩擦が買ってきままに、軽い風によって移動させられることを岩に許すために、もし氷が十分に熱いならばこれらのアイスケーキは、特に大きな表面積を持つ必要はない。ある研究は、氷以下打設を補強しながら、トレイルを狭めること、断続的なスプリングシステムの発生、およびトレイルの終わりに、岩がないことを指摘した。その研究は、 氷がその完結的な湖を覆っている間、レーストラックプライに向かって水を排出する山岳地帯を特定した。これは水浮力が埋め込まれた岩で氷山を持ち上げ、ついにプライのベッドとの摩擦が十分に減少して、風力がそれらを移動させ、観察されたトラックの原因となることを示唆している。この研究は訪問者らにプライで ドライブさせないための人工光の効果のマッピングと分析を提供もしているし、彼らはそれがスライディングロック現象を妨げる可能性があると主張している。説明帳部に穴が開いた空洞に GPS ユニットを備えた岩ニュース記事複数は研究者らが GPS とタイムラプス写真を使用して岩移動複数を観察した時き謎は解決されたと報じた。 2013年12月20日に研究チームは岩60兆が関与する岩移動を目撃し記録した。複数の移動事象の中で一部の岩は2013年12月から2014年1月の間に最大224メートル移動した。これら観測内容は風あるいは熱い氷が表面から岩を浮かべさせるのもっと以前の理論を否定した。その代わりに 晴れた日に一時的な冬の池に浮かぶ厚さ数ミリメートルの大きな氷シートが割れ砕け始めるとき岩は移動する。これらの薄い浮いている氷パネルは寒い冬の夜の間に氷微風と押しやられた岩によって最大分速5メートルインで借り立てられる。GPS で測定された移動の一部は最大16分間続くし2013から14年の 冬のプラヤ池の存在の間に多くの石が湖海町移動した。岩井堂は周囲の状況の非常に稀な組み合わせ、すなわち通例乾燥しているプラヤが洪水され、寒い状況が水に凍ることを許すことに依存しているためにもっと乾燥した冬ともっと暖かい冬の夜は、そのような周囲の状況が発生する頻度を低くするであろう。ナルフ・ロレンツとブライアン・ジャクソンによる 統計的研究は、岩井堂の公開された報告を調査しながら、1960年代から1990年代と21世紀の間の明らかな衰退を示唆した。2013年5月30日に、ロサンゼルスタイムズは、公園職員らが、デスバレー国立公園からのいくつかの岩の盗難を調査している、と報じた。2016年8月に、 不法にドライブしている何者かによって約10マイルのタイヤ痕がプラヤに残された。9月に訪れたある写真家は岩の一つに新しく刻まれたイニシャル500と K にも注目した。当時の報告複数は捜査官らが容疑者らを特定したと示唆したけれども2018年3月に破壊者は特定されていなかったしその時ボランティアの1チームが 園芸工具と水750ガロンを使って、レーストラックからタイヤ跡を掃除した。ありがとうございます。